しくお願いいたします。いいですか、いきますよ。あ、前の方ギュッと集まってください。お願いします。いきますよ。どうもお願いします。改めましてよろしくお願いします。大量魚芸人服部です。改めまして自己紹介しますと、僕は日本魚検定で検定の1級を持ってまして、魚が大好きな芸人でございます。皆さん、ビーズのウルトラソウルって曲わかります？夢じゃないあれもこれもっていう歌、あの歌の歌詞を今から、全部魚の名前に変えて、歌ってみたいと思います。手拍子しながら楽しく聴いてください。お願いします。コマウツボマゴチメダイメダイ夢カサゴワシロホテワサメワケヤコワケボノワチョスクツベラホシイノベソガガシラスウィヒトミハゼツキチョウクジメハナタツウミタナガウサイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じの芸人です。さあ、ですね、これちょっと、あるキャラクターの方を呼びたいと思ったんですが、あれいるかな、いないかな、いないかな、鬼馬くんがいないかな。じゃあちょっともうちょっとネタやりますか。すいません、ちょっと BGM 軽く絞ってもらってもいいですか。すいません、思いっきり流れてなんかやってました、今。皆さん、サバという魚ご存知でしょうか。よく食べると思うんですが、サバ、今からサバに関する意外と知らない雑学をテンポよく歌ってみたいと思います。聞いてください。ランララランラララララサバの歌。サバは美味しいけど傷むの早い、だから急いで出荷する、急いでごまかすように数える魚だから言うんだ。サバを読む、口が大きいけど歯が小さい、小さい歯だからサバという。大きなお口に細かい歯がびっしり、人間がこうなったらララララララ。黒マグロ、キハダにメバチ、ミナミマグロ、ビンチョマグロ、カツオにハガツオ、クスマにサワラ、みんなサバ科の仲間たち。大分のサバは高級魚の関サバ、缶詰一つで5000円なのに缶詰一つ、普通のサバ缶だったらララララララ。サバはマサバとゴマサバいるけど、ゴマサバって名前の料理もある。ゴマサバ、しめサバ、塩焼き、味噌煮、今日は楽しいサバパーティー。ありがとうございます。サバの歌でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、鬼馬くんは準備大丈夫かな。まだ準備ですかね。はい、鬼馬くんは、あ、できますかね。はい、ここでちょっと さっきからお子さんに大人気のあるキャラクターを呼びたいと思います。みんなで、ね、鬼馬くんって呼んでみましょう。呼んだら来てくれると思うんでね。いいですか、皆さん大きい声でいきますよ。せーの、鬼馬くん。はい、鬼馬くん来ました。どうぞ拍手で迎えてください。はいはい、改めまして、あれ、マイク1個しかないかな、マイクもう1本ないかな。はい、じゃあ鬼馬くん、じゃあマイク使ってもらっていたいんですけども、はい、鬼馬くん一体どんなキャラクターなんですか。はい、こんにちは、皆さんこんにちは。私はですね、鬼馬くんと言いまして、今回鬼馬フェスのですねイベント、はい、楽しそうなんでですね、はい、ちょっと鬼公園の滑り台、はいはいはい、滑り台、守り神としてですね、守り神様なんですね、守っているんですね、鬼公園をですね、神様がこうやって現れてくれたわけですね。そうなんです、楽しそうでですね、実は美味しいものがたくさん食べれるんじゃないかなと思って出てきました。はい、神様感あんまないですね。そうですか、ちょっとリアルすぎる感じ、ね、リアルすぎますね、やってしまったから、はい、さっきから子供がね、小さい子は大体泣いてますね、泣いてますね、さっき見ました。ありがとうございます。泣いてる
るのにグイグイ行くからすごいなと思いました。そうですね、はい、やっぱりこう守り神として守んなきゃいけない、はい、すみません、ありがとうございます。鬼馬くんなんかこう僕のネタみたいになんか髪持ってらっしゃいますけど、そうですね、ちょっとあの、はい、服部さんのですね、はい、あのネタを見て感化されました。私はですね、はい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 、紙芝居を自己紹介として用意してまいりました。なるほど、はい、差し支えなければちょっとやらせていただいてもよろしいですか、はい、じゃあ皆さん拍手でお願いします。じゃあ自己紹介の紙芝居よろしくお願いします。飲み物買いに行くって、はいはい、それでは簡単ですが私の自己紹介をさせていただきます。皆さん見えますでしょうか、はい、前ご覧ください。鬼馬紙芝居2月25日鬼馬公演、鬼公演フェスですね、はい、やらせていただきます。私の名前先ほどから言っているように鬼馬くんですね。鬼馬くん、はい、鬼公演の守り神です。はい、ありがとうございます。好きなもの、鬼馬くんの好きなものは何でしょうか。好きなものなんだ、はい、鬼うまいものですね。鬼うまいもの、ここら辺のお店たくさん鬼うまいものがあると思います。全部含めて鬼うまいものなんですね。ちょっと楽しみで後でたくさん食べようと思ってます。はい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 、はいはい、逆に嫌いなもの、嫌いなもの何ですか。嫌いなもの、まずはやはり鬼なのでですね、はい、鬼なので、なんだなんだ、桃太郎などは、そうですね、英雄が嫌いですね。なるほど、鬼を退治するクリアですね。さすがですね、彼ら退治していきますからね、はい、はい、そうですね、などってちっちゃいのものがシュールですね、はい、これね、豆ですね。節分終わりましたけど、やっと終わりました。はい、しんどかったんじゃないですか、結構。なんも悪いことしてないのに、子供たちがもう豆を投げてくるんですよ。はいはいはい。嫌おなし、大変でしたね。宿命ですからね、それはね、鬼の。あと、食べ残しが嫌いですね。ほう、食べ残し。美味しいものを、はい、食べ残すっていうのは、やはりあんまり良くないので。そうですね、もったいないですもんね。皆さん、せっかくこのね、あの美味しいお店たくさんあるんで、食べ残しはなるべくなくしましょう。はい、きれいに食べましょう。はい、なんでこんなことを言うかというと、はい、私実はですね、あの立川市役所のゴミ対策課というところの職員でございます。公務員です。公務員、あのあちらのちょっと後ろのですね、はい、職員ロスをなくそうっていうブースがありますので、はいはいはい、ぜひあちらにあのお越しいただければと思います。あの守り神って設定はもうなしになったんですね。ですね、もう消えた、もう消えた、いやあの、まあ、あの守り神じゃない時はここにいますね。なるほど、はい、守り神の時は兼業してらっしゃるわけですね。そうですね、はいはいはい、分かってらっしゃる、ありがとうございます、はいはい、まあ、こんなあの食品ロスの減らそうという冊子も出しましたので、はい、ぜひご覧になってください。ほう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 、ありがとうございます。食品ロス、あとですね、はい、ぜひですね皆さん私とどんどん写真を撮って拡散歓迎ですSNS どんどん拡散しましょう、はい、ハッシュタグ鬼公園、はい、鬼公園、はい、鬼うまくさらピカ生活ですね。なるほど、あれですね、あの守り神って言われたら全バリバリ最先端なことになりましたからですね、はいはい、ぜひ皆さんとお協力いただければと思います。ありがとうございます。はい、以上でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。鬼馬くんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今ですね、あちらの、はいはい、グッド&バッドタイムズさんのですね、はいはいはい、あの鹿肉ジビエちょっと購入して、鹿肉ジビエちょっと食べてみたいと思います。鬼うまいもの、いや、美味しそうですもんね。ジビエっていうのはまたそのなかなか食べれないイメージですから、ちょっと食べてみていいですか。はい、どうぞどうぞ。お、どうですか、このジビエの、はい、柔らか、かなり柔らかく煮込んでありますね。でトマト、まあ、トマトベースなのか、はい、あれなんですけども、チーズも結構かけ放題で、はい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 、かなり美味しいホットドッグになってます、ね、チーズはじゃあかけいっぱいかけたりしても大丈夫ってことなんですかね。はい、あ、大丈夫ということで、はい、ありがとうございます。はい、グッド&バッドタイムズさん、あちらのブースで、はい、ね、鹿肉ジビエを提供していますんで、はい、皆さんぜひご購入して ご賞味あれ。はい、ありがとうございます。鹿肉ジビエ、なんかワイルドな感じがしていいですね。そうですね、はい、美味しそうですね。この後こうやっていろんな、ね、あのお店の商品とかも紹介していきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい、ちなみにですね、ちょっと鬼といえば鬼に関する魚が一種類いるんですけど、鬼に関する魚、はい、鬼おこぜってわかります？聞いたことありますか、鬼おこぜ。鬼おこぜっていう魚がいるんですけど、あの別名山の神って言うんですよ。山の神、はい、なんで山の神っていうか知ってらっしゃる方いらっしゃいます？なんか駅伝の選手みたいですね。そうですね、東洋大学のね。そうですね、そうですよね。あの山の神なぜ言うかっていうと、はい、昔あの山の神様はなんか女神様らしいんですよ。女神様、女性の神様なんですけど、なんでもちょっと失礼な話ですが、あまり綺麗な方じゃなくて、綺麗な女性とかがすごく嫌いだという。なのでその女神様の機嫌を良くするために
もっと醜いものを見せつければ機嫌良くなるっていうことで、おこぜの顔をその見せつけるっていう風習があるんですよね。ああ、はい、なるほど。まあその優劣じゃないですけど、そうですね。それで、なるほど、劣等感を。はい、なんか根本の問題解決してない悲しい話だと思うんですけども、そうですね。その、まあ、悲しい話を思い出しながら今日は楽しく笑いながら過ごせればと思いますね。さすが魚芸人服部さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、鬼山くんの、ゴミ対策のお話と、食レポもやっていただきました。この後ですね、30分から、リサロックさんのパフォーマンス始まりますので、そちらも楽しみにしてください。では、鬼山くんと魚芸人服部さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ゴミ対策をよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。なんか確かに、ね、赤と水色、青って ね、いいですね。青鬼みたいな感じで、ごちゃごちゃした鉄腕トモさんみたいな。確かに的にはそうです。確かに、ありがとうございます。はい、じゃあ再びちょっと食レポじゃないですけど、鬼山くんの方から紹介していただく、はい、はいはい、紹介する、はい、今回紹介するですね、あのメニューは、はい、神楽混ぜそば専門店神楽さんですね。今ちょうどすごい人だかりができていまして、はい、大人気ですけども、はい、こちらのですね、赤鬼激辛うま鶏のチャーシューです。すごい、これ私赤鬼なのにこの赤鬼激辛うま鶏を食わないわけにはいかないということで食べさせていただきます。はい、はい、じゃあいただきます。はい、辛そうですよね、ちょっとね。はい、これはすごい唐辛子がかなり入っていてですね、かけていてかなり辛いんですけど、すごいチャーシューの美味しい味が口の中にいっぱい広がりますね。これは鶏肉のチャーシューだ。鶏肉ですね、これ。珍しいですね。確か神楽さん、私も行ったことあるんですけど、はいはいはい、鶏肉のチャーシューですね。確かにラーメンのように入っていて、はい、すごく美味しかった記憶がありますね。この辛い感じが多分お酒にも合うと思うので、あのビール飲んでらっしゃるお父さんとかね、ぜひぜひ食べていただきたいと思います。ぜひぜひ召し上がってください。ありがとうございます。はい、もう一つですね、今各店舗で、店舗の方がですね、こちらのトレーディングカードを出していらっしゃるんですよね。こちらはですね、スポーツ業界お仕事ラボさんの、小村さんのカードですね。それぞれの店舗の方のこれなんですか、すごいなんかバロメーターみたいなのもついてるんですね。そうですね、はい、その方々のですね、はい、小村さんはポジティブ度 100%、はい、うんちく度 90%、はいはいはい、体力度 30%。 体力に自信がないですね。スポーツ業界の方なので体力に自信がないという自信がないですよね。はい、なかなか面白いバロメーターがついてまして、でこのカードを3枚集めますと、この鬼公園の滑り台をモチーフにしたこちらのストラップもらえます。この私の顔に似たストラップですね。はい、そうです。こちらのストラップはどちらでもらえるんですか。ストラップはですね、はい、ストラップをもらえる場所はですね、あちらの、そうですね、はい、あの受付のところ、入口のところ受付ですね。はい、はい、そちらにぜひともカード3枚集めてストラップもらいに行ってください。ぜひお願いします。よろしくお願いします。じゃあ2回目の食レポとね、はい、色々紹介でしたけども、はい、もう間もなくですね、リサロックさんのパフォーマンス始まりますので、そちらも楽しみにしてください。以上、魚芸人服部と鬼山くんでした。ふわっとしてる。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。はい。お二人のお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。東京ベントスの伊藤慎樹と言います。伊藤さん。はい。はい、東京ベントスのコンタとか見てます。コンタさん。はい。どういう人。今だって感じ。ああ、で、コンタさん。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい。東京ベントスさんは、立川を中心に、一応立川を拠点に、はい、活動させていただいてるんで、自転車の、まあ、ロードバイク、ロードバイク、こういう形の自転車の、はいはいはい、プロサイクリングチームとして、はい、あの全国を、まあ、20戦あるんですけど、はい、22戦かな、はい、22戦あって、はい、今日一応開幕戦で若干名3名ほど、あの沖縄の方で、はい、あ、今沖縄で、はい、今あの他の選手走られてるんですけど、その大変な中こっちにも来ていただいてるような、はい、ちょっと分けて、はい、チームでですね、はい、なるほど。どんなチームが全国にあるんですか。大体プロチームが全国、はい、今今年だと21チーム21、はい、大体まあ100名、120、130名ぐらいですね。どんな、こういうロードレースみたいなの、なんかこういうバッグ自転車に乗ったことあるよって人どのぐらいいらっしゃいますかね。
ああ今乗ってる、ちょうど乗ってらっしゃいますね。これと同じやつかな、同じやつに乗ってるのかな。はい、お子さん用のもあるんですね。一応こちらは、はい、今、まあ、最近流行ってるというか、まあ、ランバイクとかストライダーって呼ばれている自転車で、はいはいはい、まあ、お子様が大体6歳以下の子供が乗る、まあ、ストライダーって呼ばれているものになります。へー、これチビでいいんですか。はい。へー、すごい面白い。でもちっちゃい頃がこういうの触れてたら将来ね、こうやってそうですね、プロにする子もね、はい、増えてくるかもしれないですけどね、なることを僕らは言ってます。未来のね、プロ選手がこの中にいるかもしれないですからね、そうなるように。はい、ちなみに、伊藤さんは選手歴何年ぐらい。僕はもう12年ぐらい。12年、はい、いくつからやってるんですか。僕も小学校5年生とか4年生ぐらいから。それ一般的ですか。いや、あんまりこのロードバイク自体って、はい、本当に10年前ってまだ全然、今でこそ今弱虫ペダルとかってなんとなくこう認知度が出てきてますけど、はい、まあちょっと僕の頃は何もない時でしたけど、まあたまたまそういう風に触れる機会があって。なるほど、はい、若いですもんね、22歳。まだ22歳です、ね、若いな。コントさんも違う。22歳です。あ、お前年。ちょっと僕が早生まれなので学年がちょっと違う。もともとじゃあお知り合いだったとかいうわけじゃなくてチームで。チームで、はい、いや同じ年で切磋琢磨してらっしゃるんですね、はい、なんか昨年もここでメントさんのお話をお伺いしたんですけど、選手の方によってこうなんか長距離型と短距離型も全然分かれてるみたいな話をお伺いした覚えがあって。そうですね、はい、まあちょっと競輪選手とまたこのロードバイクの選手っていうのでも、はい、ちょっとまあ一回分かれてて、大体競輪選手って言われてるのが、まあそんなにもう2キロぐらい、2、3キロぐらいで最後のまあその分け合いで勝負をつけるものなんですけど、まあこのロードバイク、まあロードレースですかね、ロードレースって呼ばれているものが、まあ大体100キロ前後、全然違いますね、競技自体が、はい、走るレースなので、はい、基本的にその一瞬の力っていうのじゃなくて、はい、長期的に2時間も3時間も走り続けないといけないっていう。なるほど、はい、この話をお伺いするんで、昨年ちょっと、まあ、僕思ったのが赤身魚と白身魚みたいな。あ、そうですね、そういうことですよね、はい、長距離でずっと追い続けるマグロみたいなやつと、はい、瞬発的にこうスピードを出すタイみたいな違いってことですよね、はい、そんな感じですね。やっぱその筋肉も、あれちなみにじゃあやっぱ赤いんですね。そこはすごい赤いと思います。すごい赤い、はい、本当に最後の、はい、なんていうんですか、スプリント力って言われてる、はいはいはい、最後のその巻き合いの時のパッっていう瞬発的な力は僕はそんなにないので。あ、なるほど、はあはあはあ、釣り上げるときにだんだん最後持久力なくなっていくキハダマグロに近いものがありますね。かもしれないです。ごめんなさい。ちょっとここは分からないです。困らせてごめんなさい。いやでもこうやって見ると本当にタイヤが細いんですね。こんなんですよ、幅が。そうですね、まあ、タイヤはまあこんな感じで、はい、そんなに太いものではなくて、はいはい、細い状態のもので、まあ、より、まあ、その抵抗が少ない状態っていうのと、まあ、そのコーナリングとかもまあいろいろ考えられてるんですけど、はい、と思ったら向こうにはすごい太いのがありますよ。そうですね、まあ、ちょっとこれはまた趣旨が違うので、まあ、自転車っていうもので、まあ、競輪もそうですけどいろんな種類があるんで、まあ、こういう、まあ、これもまた一つの一種違う自転車といえば自転車ですけど、ペダルがついてないので。本当だ、バイクもどうやって走るの。これは本当にだからランバイクって言って足で蹴ってやるタイプのものなんで。あ、そうなんだ、はい、そういう自転車もありますし、本当に山もろその舗装されてない山とか登るマウンテンバイクとかもあるので、まあ、いろいろあります。魚と一緒ですね、その、はい、渓流の方に住んでるのもいれば、はい、広い海に住んでます。なんか魚の話で困ったかもしれません。困らせて申し訳ないんですけど。大丈夫です、はい、なんかこう今日集まってる方にこう伝えておきたいこととかありますか。こういう活動してるんですよってことだったりとか。そうですね、今一応、まあ、僕ら、まあ、こういった地域活動も、まあ、はい、しているんですけど、はい、このランバイクのレースも一応主催をしてまして、はい、東京ワンダーレースという形で、はい、一応子どもたちのレースを今開催して、まあ、僕らが、まあ、その主催として一応やっているので、はいはい、もしあのお子様とかでご興味のある方は、はい、お子さんは体を動かすのもすごいいいわけですよね、はい、しっかり足を蹴ってっていうのが。
はい、平行隔離はしないという情報をいただきました、はい、実際そうなんですか。そうですね、まあ、この一応この最初の時期にやっていくとそのスポーツ神経というかその能力、体のバランス感覚がまず鍛えらされるので運動神経がまず良くなっていくっていうね言われてるので、こういうので最初にこうやっておくっていうのが一つ。なるほど、英才教育ですね。はい、はい、スポーツ的な英才教育としてもいいですね。僕ちっちゃい頃魚の時間ばっか読めたからこうなりましたからねそういうことですね、言ってしまった。じゃあなるほど、近々こういうのがありますよって告知みたいなのってありますか。近々で僕ら自体がその、はい、主催するイベントっていうのはちょっとないんですけど、はい、まあ、レース自体が修善寺の方で3月17、18ぐらい土日に、はい、まあ、僕がそろそろ僕の初戦になるんですけど、緊張ですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいですし、はい、皆さんにも応援していただきたいですね、はい、せっかく立川で、ね、拠点にしてらっしゃるので皆さんで盛り上げていきたいと思います。では大丈夫ですかね。はい、大丈夫です、はい、では東京ベントスの、伊藤選手とコント選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうだ、それか、はい、ではですね、では始めたいと思います。どうもー、よろしくお願いします。本日最後のパフォーマンスでございます。大量魚芸人服部です。今日は一日皆さんお疲れ様でした。最後のステージでございます。改めまして僕は魚芸人服部と言いまして、日本魚検定という検定の一級を持っている魚が大好きな芸人でございます。さあ突然ですが皆さん、このお魚ご存知でしょうか。リュウグウノツカイ知ってるって人、あ、結構皆さん知ってらっしゃいますね。リュウグウノツカイ一体どういう魚でしょうか。こういう魚みたいな、もしあれば。でかい、そうです、甲骨魚類の中で一番長い、まあ、ちょっとマニアック話しちゃったんですけども、そういう長い10メートル近くの長さがありますねさあ他には、まあ一言で言うとこれ深海魚なんですよね。深海に住んでいる魚で、ヒレが赤くて綺麗で、まるで銀の体がすごく綺麗だから、まるでリュウグウ城から来たみたいだってことで、リュウグウノツカイっていう名前がついております。リュウグウ城ね、もし本当にあるなら僕いつか行ってみたいなと思うんですよ。タイやヒラメが舞い踊るって言われてすごい楽しい場所ですからね。リュウグウ城一回行ってみたいと思うんですが、ここで一個疑問点があります。リュウグウノツカイってさっき言ったんですけど、水深200メートルよりも深いところに住んでいる深海魚なんですね。水深200メートルを超えるとタイやヒラメがあんまり生息してないんですよ。っていうことは、深い竜宮城で舞い踊るメンバーはタイやヒラメじゃなくてこういう感じになるんですね。はい、チョチンアンコウにミツクリザメにフクロウナギっていうメンバーが竜宮城で舞い踊ることになります。こうなると疑問点はどんどん増えていきます。竜宮城に行ったあの昔話の有名な人の名前なんでしょうか。そうです、浦島太郎、ありがとうございます。浦島太郎ですね。浦島太郎は一体何に乗って竜宮城に行ったでしょうか。カメ、そうですよね、あれはウミガメ、赤ウミガメという種類のウミガメと言われております。赤ウミガメもこの水深までは潜るっていうことはあんまりないんですね。ってなると浦島太郎を竜宮城に連れて行ったのはもっと浅い海と深い海を頻繁に行ったり来たりするタイプの生き物なんです。それなんだろうって考えて僕、あ、これだってのがいました。桜エビですねはい、桜エビはね結構頻繁にこう移動しますから、浦島太郎は頻繁的にこういうイメージですけども、まあ、実際浦島太郎はこうなるわけですねはい、まあ一匹のねちっちゃいエビで人を運ぶの大変だから、桜エビってすごい群れますから、群れになるんでね、みんなで力を合わせて運びましょうってことですねメガマウスというサメがいます。見た目すごい怖いというかでっかいサメなんですけども、このサメ、見た目は怖いけど人間を襲ったりはしないんですね。じゃあ何食べるのって言ったら桜エビが好きなんですよ。多分浦島太郎間違って食われますねって考えたら、竜宮城に行くのすごい難しいんだなと思いました。僕竜宮城に行くのは諦めて、今度の休みに木更津にあります竜宮城スパホテル三日月に行きたいと思います。ありがとうございます。以上、竜宮城に行きたいという方でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ次はじゃあいつも僕がやってる歌ネタに戻してみたいと思います。皆さんサメ、
サメっていう魚いますよね。サメ、見た目がまあ怖い。さっき紹介したメガマウスのサメなんですけども、今からサメに関する雑学をひたすらひたすらテンポよく歌ってみたいと思います。聴いてください。ワン、ツー、スリー。大きな体をしている割に目が小さいからサメと呼ばれる。魚なのに交尾するから魚に交でサメと書く。猫ザメ、シュモクザメ、カスザメにメジロザメ、大きさ見た目が全然違う。でも分類チョコはめちゃ遠い。サメのヒレは中華料理の高級食材。フカヒレ、フカヒレ中華の高級珍味。日本世界の三大珍味、トリュフ、フォアグラ、キャビア、キャビア。キャビアはチョウザメの卵。チョウザメもサメではない。チョウザメ古代魚の一種で、チョウザメはサメではない。分類チョコはめちゃ遠い。世界で一番大きい魚、でかくて優しいジンベエザメ。ジンベエの周り安全だから、何種類も魚が群れる。小金シマアジ、ブリモドキ、コバンザ。コバンザメはサメではない。コバンザメはスズキの仲間で、コバンザメはサメではない。分類上はめちゃ遠い。コバンザメはサメではない。コバンザメはスズキの仲間で、コバンザメはサメではない。コバンザメはサメじゃない。サメの歌でした。ありがとうございます。ありがとうございます。サメの雑学をひたすら歌ってきました。ありがとうございます。主題歌、君の名は。全然前世、全然みんな知ってます。全然前世だいたいわかりますかね。知ってるかな。知ってる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 、イエイ、知ってる知ってる、よかった。はいはい。今から僕魚好きなんで、全然前世の歌詞をすべて、魚の名前に変えて、歌ってみたいと思います。ありがとうございます。ヤコメロサバニザダイ、ソイマゴチハゼメロアカハタイナチダイ、コソイトヨオコセギギ、この白ヤツシハゼトビハゼイカナゴ、ゴナサバカワバスオキゴンベイカナゴ、シャモカジがひごいたかめめじらいたちを、メアジトミを吸い込んで吐き出すたちを、ラムカウナギがあら死ぬもの怖い、ロウハゼとシキメなんよを見ない、キチヌゲンゲンゲンゲカナガシラ、キチヌサガミザメイトよ、ソヨグチイボラマダイカサゴメカジキヤマメイカナゴ、キチヌゲンゲンゲンゲカサメ、キリクチヒナハゼ、モロマトウダイマダイキハラサワフィナルルサ。